太陽国のメスの赤色夜景オスすとメスの赤色夜景、ノエギャラスギャラス赤色夜景は、キジメキジカに分類される鳥類の一種。中国南部からフィリピン、マレーシア、タイなど、東南アジア熱帯地域のジャングルに生息する夜景である。羽は赤座サイロで、体重は成長で1ラム弱程度である。なお、鶏はこれを課金化したものと現在では、 考えられている。近年では人間に飼われている鶏との交雑が進み、純粋な野生種は絶滅の危機があるとも言われている。なお、日本の地鳥などはこの赤色野系の特徴を残しているものが多い。赤色野系は鶏と同様強い性的不となりを示す鳥である。オスは体が大きく、頭部には景観と肉たれがあり、首から 尻尾まで赤笹色の羽に覆われている。また、尾が長く、色は光の加減によって黒から青色の間に見える。メスには鶏同様形観が小さく、また赤色や系の集団においては、卵やヒナの世話はメスだけがするために、羽毛もカモフラージュ色をしている。足は共に鉛色である。鳴き声も鶏に近い。繁殖期には、オは、 鳴くことにより、潜在的な繁殖相手を引きつけ、また近くにいる他のオスに対して、交尾争いの危険があることを気づかせるのに役立っている。また交尾争いのために、足には長い毛爪を持つ。ギャラスギャラスは騎士の飲みや踏み人、他、鶏の起源の分子系統学的解析、プロク、ナットル、エイキャド、サイ、93。 6792から6795ありがとうございます。